どうも皆さんこんにちは。今回もアプデ要素進めていくわよ。まあそりゃそうだろうな。急にアプデ前要素始めても困るしね。今回まずはポータル作成を目指す。ちなみに今 Steam でコアキーパーセール中 10% オフ。買うなら今だぜ。ここでアフィリエイトリンクを概要欄に。とりあえず大量のドリルを用意したい。まずは新駆石と鉄優先していく。それと前面倒で無視したこれ。無視した理由が最低すぎる。これでチェストにアイテムを入れれる。そしたら前の鈴、もういらないからドリル回収しようか。と思ったら鈴自体がなくなってた。無限ってわけじゃないっぽいな。むしろ好都合、惜しみなくドリルを回収できる。そしたら回収したドリルを引っ越し。まずは新駆石。ここに8個。ポータルは鉄。どう？オクタリンを100個ずつ。大量に作ることを考えたらドリルは必須だぜ。むしろドリル抜きじゃさすがに無理説ある。世界の全鉱石掘り尽くしてる人ならワンチャン。というかロボットアーム。英語が読めなくて無視した気もしてきた。それもまあありそうな気はする。でもこれでチェストに自動で入る。鉱石300個ぐらいが野ざらしにならない。鈴はずっと野ざらしだったからな。鉄の場所にも同じようにドリル。これでドリルをさらに増やして、銅とオクタリンを集めまくる。これでポータルができる。採掘には時間かかるから、次ボスの準備でもするか。沈没界のボスを呼ぶには、アプデ後に改めてアゼオスを倒す必要がある。このチャンネルを普段から見てる人はもうわかる。2戦目のボスは、戦闘をすべてカットするということを。アゼオスはもう散々戦ってきたしな。見たことないネックレスもゲット。これ装備と食料整えれば、近接ヒット時回復し放題じゃない？俺のバトルヒーリング派。中身が前より良くなってる気もする？それで用があるのは一番右、薪餌の山。これでアプデ追加 NPC を呼べる。ということで早速読んだものがこちらです。魚とか釣り系のアクセを売ってる N、長すぎて意味わからなくなるって、マジで効果がとんでもなく長い。他にも釣りで使える餌っていうのを売ってて、いろいろ効果あるんだけど、ボス召喚素材は紫の餌。これあれば釣り動画楽だったかもな。前の動画めっちゃ粘ったからね。それでボス召喚にはまだ他の素材が必要。鈴の作業台に今回のアプデで新しく作れるものが増えて、それがこの餌の作業台。今回のアプデは釣りもやりやすくなったっぽいな。本当に今までの不便がなくなってる。マジで神アプデ。神アプデって言い過ぎて信憑性消えてきた。これでもいろいろ餌が作れて、ボス召喚素材に必要なのはさっきの作業台上の段3つ。全部60個ずつ作っておくわ。初戦じゃ勝てない読みだろ。初戦で勝てるなんて1ミリも思ってない。そんなに堂々と言われても困るんだが。まあ召喚アイテムは何個あっても困らないしね。ってことでボス召喚アイテム作成。深海の巨大魚を引き寄せる。マジでお前のトラウマ出てくるかもな。巨大な魚はサブの大きさで十分。そしたら次は装備とかを整える。アクセは前使ってたのと同じ感じだけど、食料を沈没海のフルーツに2個足したやつ持っていくわ。マジで完全に初見だからな。近距離戦も遠距離戦も行けるようにしたいぜ。他の装備は準備 OK。早速沈没海に来た。リヴァイアさん的なの釣れたら PC 本体と周辺機器全部壊す。総被害額えげつないことなりそう。そしたらとりあえずこの辺の水、全部抜いてみようか。沈没海の水全部抜いてみた。とりあえず足場でこの辺を埋める。それで羽を使って回避すれば OK。我ながら完璧な作戦。負ける気がしないわ。羽さえ使っときゃ負けない説あるからな。おーおー巨大な魚が釣れ、巨大な。魚？魚には見えないんだぜ。巨大なタコ？というか早速消えたんだけど、卑怯だぞ。正々堂々だと思ったら画面外にいただけだった。めっちゃ台風飛ばしてきてるな。そして触手を出してきた。この触手であんなことやこんなことを？どちらかというと一刀両断してきそうな見た目。見た目の通り、近づいたら殴られる。台風も触手もかなり痛い。しかも、触手が出た場所の足場壊れてく。これ足場で戦ったの大失敗切ないか？あとバブルガンも相性悪いわこれ。弾が中距離までしか届かないもんな。ちょっと相性が色々と悪すぎたかも。武器の変更と、足場の撤去は必須だな。あと触手が増えすぎてかなり大惨事。なんとか近づいて攻撃を試みたけど、これ絶対に杖持ってこないと無理だ。射程の長い武器で、しかも船で戦う方が良さそうだぜ。とりあえずアイテム回収、&足場撤去、アゼオス、IB は近接の方が早かったが、こいつは遠距離じゃないと普通に厳しそうだぜ。まあ所詮勝てるとは思ってない。負ける気がしないとか手のひら回りすぎだろ。それでボートで戦うのはいいんだけど、だったらいいボート用意しておきたいよね。ベリーナイスボートって感じだな。グレートフルボート作成していくわ。正式名は真っ赤ボーニョン。それでオクタリンが120個必要。どうせポータルでも使うしね。ドリル作成したわ。めんどくさがりあのレイムがドリルをこんな作るなんて。ポータルのない移動も面倒だしね。結局原動力はめんどくさいなのか。それじゃドリルで集めつつ、私も集めていくわ。
それと操作をキーボードにしてみた。動画じゃあんまり大差ないぜ。そのおかげで沈没海の沈没船発見。別にキーボードにしたおかげじゃないぞ。この沈没船は何があるのかな？沈没船が前回のダンジョンの近くにあったら、そこには最強弓の素材が確定であるらしいにゃん。ここは近くにダンジョンがないが、チェストがあるな。中身は限定ネックレス。本当に回復マックスカスタムやりたいわね。いろいろ集めまくればマジで作れそうだぜ。探索してたら2個目のダンジョン発見。全然ここレアじゃなかったわね。まあミニバイオーム扱いだしな。このダンジョンの南の入り口に沈没船か。巨大な石像があったらそこは弓の素材確定らしい。学者のフードもゲットしたな。前回ゲットしたマントと合わせるとかなり強力。防御力はオクタリン防具に劣るが、ボス戦の時はこっちの方が良さそうだぜ。それで他には何もなかった。でもオクタリンはそれなりに集まったから、一旦帰るわ。ってことで拠点に帰還。映像が全く別物な気がする。拠点に帰って胴にもドリルをつけたわ。雑なカットまた発動したな。これでポータルの素材は放置で集まる。あとはそれぞれ200個ほど集まるのを待つだけだな。それでオクタリンは集まったからマッハ号作成。名前がだいぶそのまんまな気がするよな。名前からして早そうな感じするもんね。そしたら学者防具を用意して、30秒間遠距離攻撃ダメージが上がるポーションも用意。そして杖に学者防具。遠距離これだけ揃えればいけるだろ。それじゃあボス戦まで一気にカット。海の巨獣をもろす。今度こそ勝たせてもらう。遠距離攻撃するならマウスの方がやりやすいな。カーソルで簡単に狙えるからね。ただ問題があって、たまに操作間違えて別のもの持っちゃう。ボス戦中に松明振るのは MGS3 だけで OK。 触手はまあボス優先でいいかな。ってことでボスの HP が半分になった場面。こいつも今までのボス同様第二形態だ。竜巻の速度めっちゃ速くなってない？あとこれ、動画じゃマジでわからないが、竜巻に若干吸われるんだぜ。しかも船だと小回りが効きづらい。いやというか竜巻出しすぎだって。反射もするせいでマジで回避きついな。でも今までのボスで一番白熱してるかも。いや待って、ここでその大量の竜巻はやいやマジで竜巻回避きつくない？最新ボスの名に恥じない強さだな。改めて準備、もっと徹底する。金の虫肉とピュパイアで火力アップを狙うぜ。酢豚に入ったリンゴ的な感覚。あのリンゴ賛否あると思う。あとはボートに乗ってるともちろん羽は使えないから、前羽の方が優秀とか言ってごめんね。火ダメ軽減狙いで亀の甲羅だぜ。これで今度こそ準備万端。改めておもろし戦。ってことで改めておもろし戦、いい加減勝たせてもらうわよ。とりあえず竜巻の回避がマジで重要だな。ボートは急には曲がれないから、そこも意識しながら戦わないとね。思ったがオフハンド、縦でもよかったかもな。まあ後の祭り、そして今回は、触手が出てきたら徹底的に倒す。その分長期戦になるが、触手は R18、移すわけにはいかない。なら触手の鞭もゴミ箱に捨てないとな。まあ真面目な理由を話すと、竜巻回避中の触手がマジで邪魔だからね。触手を先に倒しておけば、竜巻回避に専念できるんだぜ。そして第二形態、いくら専念できるとはいえ、第二形態の竜巻の量と速度は普通にエグい。上下の距離感つかみづらいから余計きついな。でもボスの HP は順調に減ってる。HP 的にはそろそろラストスパートでしょ。マジでミリ HP。 これで海の巨獣をもろすも、ついに撃破。普通に台風の回避がきつかった。そしてチェストにソウルをゲットだな。おもろすの残留思念が体に入ってくる。そのうち化け物みたいになりそう。遠距離ヒット時に竜巻を出す効果。それでチェストの戦利品、おもろす防具の頭と胸だな。防御力も攻撃力も上げてくれる。ただ、兜の見た目普通に化け物でしょ。冗談じゃなくマジで化け物みたいになったか。でもやっぱボスドロップの中身調整されたかもね。装備系が確定で何個か落ちるようになったかもな。マジで神アップで、コアキーパー万歳。そこまで持ち上げてるとむしろ怪しい。それでもう一戦ボス戦しようかなって思ったけど、アゼオスと同じですぐは呼べないっぽい。防具フルセットはまた別の機会に揃えるぜ。それじゃあ今回はボスも倒したし拠点に戻って、日本語化されたメタ発言を聞いて終わるわ。まだ作成中だってやつだな。それで沈没海、もう一体ボスがいるはずだから、次回は多分そいつの討伐。それじゃあ今回はこの辺で終わるぜ。ご視聴ありがとうございました。